パチンコで勝ちたかったら回せパチンコの日本一周2回と世界一周1回をした私、今度春菜がパチンコの楽しさと勝ち方を教えるチャンネルです。どうもー、今度春菜でございます。はい、というわけでですね、今日はパチンコで勝ちたかったら回せと、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。見てくださってる方、おいおい、何そんな当たり前のこと言っちゃってんのと、そう思いますよね。ちょっと待ってください、いいですか。当たり前なことなんですけど、当たり前のことを当たり前にやってる人がいかに少ないか。はい、パチプロの人でもできてない人、僕結構見てます。はい、そんな人がね、見終わったとね、ハッとなる、ハッと気づく動画になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今日このテーマでなぜお話ししようかと思ったかと言いますと、僕先日 3.63 円のお店で1日初代北斗無双を打ってきました。はい、ちょっとね、その初代北斗無双を打ってきた釘、ちょっとまず見ていただきたいと思いますので、まずちょっとそちらご覧ください。というわけで見ていただきました。はい、まあこの台ね、まあ鎧が若干のマイナスではございますが、まあ全国的に見てもそんなに鎧マイナスにされてる方じゃないと思いますね。特にまあ大手の、あの、まあ言っちゃいましたけど、大手一番大きな有名な会社さん、皆さんご存知ですかね。はい、そこ鎧をめちゃくちゃ潰しますよね。はい、そこに比べてらも断然ですけど、まあ、ちょっと鎧はマイナスなんですけど、まあ、大きなマイナスはこれと言ってないです。そして何よりこのバカグソでっかいへそですよ。もうこんな台ね、はっきり言って誰がどう見たって回るに決まってんですよ、この初代北斗無双ね。はい、でこの台が最終的にどういう台だったかと言いますと、ちょっと勘弁してもらいますね。はい、1日打って平均回転数1000円あたりが 23.6 回ありました。で1ラウンドあたりの獲得個数が1ラウンドあたり146個取りました。パカパカは除きます。はい、でこの台残保留を加味すると、はい、あの連続終わった後の5個のです、残保留ね、加味するとボーダーが 16.0 まで下がります。約 16.0、 正確には 15.98 とそのぐらいでしたけど、はい、で持ち玉単価がなんと1回転あたり 18.4 円あります。はい、で最速で185回転1時間で回したとすると、持ち玉時給で約3400円取れます。まあ、かなりのお宝代と言っていいですよね。はい、でまあ僕が、まあ、打ってた台も 23.6 あったんですけど、僕だけがこういう調整だったわけではないんですよ。はい、他の台も、まあ、まあ若干の差はありますけど、ほぼ同じような調整をしてました。僕はこの台をひたすらしゃぶり尽くしました。はい、まあ10時お店がオープンして、10時5分に台を打ち始めて、閉店まあ取りこぼす、まあ時間を考えて、夜の9時10分まで、約まあ11時5分ではありますね、11時5分をひたすら打ち続けました。はい。一切のロスはなく打ち続けたと思います。はい。まあ、トイレ行く時間が唯一、まあ、ロス時間だと思うかもしれないですけど、まあ、例えば赤保留が飛び込んできて、もう時間かかるって分かってるので、まあ、その時間に席離れて行ったりとかしてるので、一切のロス時間はありません。はい。友人が来て、差し入れを持ってきてくれた時も、僕は、目線はちゃんと友人見て、ありがとう、ああ、来てくれたんだ、嬉しいなって感じで見てますけど、まあ、台をもうハンドルを持ち続けながら打ってます。はい、一応こっちも多少は意識してね、はい、打ってます。携帯を落とした時も、ハンドルを離すことは絶対ありません。はい、もう、こんだけのお宝台って分かったので、もう、ひたすらロス時間をなく打ち続けました。
ただ唯一ちょっとロス時間がありました。はい、それ何かと言いますと、この国の動画撮ってる時が僕ロス時間だなと思ってます。まあ、当然国動画撮ってる時も打ち続けてるんですけど、これちょっと僕できてなかったです。はい、何ができてないかというと、これを4消化して、これを4消化した時間に合わせて、まあ2個打つんですね。僕は2個打って、はい、でそれを入れて入ったらいいなって感じで打ち出すんですけど、ちょっとその時間だけちょっと今回できてなかったんですけど、まあ、基本的には僕はもう一切のロスなくこのお宝台をしゃぶり尽くしました。はい、でまあ同じように並びでプロの人たちが打ってたんですよね。あ、これはもうお宝台と確信して打ってるんですけど、結構皆さん、まあ他の人と喋ったりとか、携帯落としても普通に携帯とか他の荷物落としたりも全然ひどいし、もう全然なんかあー頑張ったなみたいな感じであくびしてるし、このお宝台を少しでも回そうっていう意識をないんですよね。いいですか、時間っていうのも意識してください。時間効率っていうのがめちゃくちゃ大事です。はい、いいですか、1秒無駄にしないでくださいね。僕がですね、まあ、動画で、まあ、釘の読み方ですとか、会員カードを作って最大限有効活用しようとか、連鎖砲の止め位置しようとか、ひねり打ちをしようとか、動画はもう結構上げてきてますよね。まあまだまだ正直お伝えできることたくさんあると思ってるんですけど、はい、それを駆使して打ってれば、でまあ10日の交換の店行ったら結構マイナスになることあると思うんですけど、まあちょっとまさいプレイ制限あったりできたりとかして、ちょっとまさいプレイなりに打ってってマイナス期待値になることってそうないと思うんですよ。はい、僕少なくても1ヶ月間でマイナス、打ってみて、あ、マイナス期待値だったなっていう台は多分1回あるかないかぐらいですよ。はい、全部駆使してね打ってればマイナス期待値になるってことはそうないですよ。はい、じゃあどうするかって言ったら時間ですよ。はい、最大限時間をできる限り有効活用するっていう、そういうところですね。はい、よろしいでしょうか。僕はですね、立ちマガという雑誌で、まあ、何回も話してるんですけど、1週間の仮想旅打ちというので行って、まあ、4人で1週間ね、同じところに泊まって仮想で旅打ちを、まあ、したんですよね。はい、まあ、下ない土地に行ってパチンコを打ってくるという模擬試験をしました。はい、で 僕はまあその時にね、設定4以上確定してる冬様のアマデシとかを打ってたんですね。まあ回転数が20ぐらいあったので、まあ、そこまでその時はためにうまくしなかったですけど、でもただめちゃくちゃお宝台ですよ。はい、で他の台も他の人たちもまあ結構いい台つかめてるんですよね。それなのに他の人たちは、僕はもうひたすら打ち続けましたよ。はい、もう少したりでもハンドル離すもんかって感じで打ち続けたんですけど、まあ、他の人たちどうしてたかっていうと、ツイッターの投稿をね、もう当たるごとにしなきゃいけなかったんですけど、ツイッターの投稿とかをもうハンドルから手を出して文章を一生懸命考えて一回だって送信する。いや、お前それできる時間あるだろうと、打ちながらやれよと僕は思うんですけど、まあやるしね、打つのをやめて、この台は今何回転回って一回転単価はどれくらいあるっていうのを計算しだして、じゃあ時給どれくらいだっていうのをメモしたりしてるんですよね。いや、それ今やることかと。それよりも今目の前に台があって、明らかに期待値はプラスなんだから打ち続けろよって僕はまあ思うんですよね。はい、っていうこともしてましたし、例えばね、必殺当時仕事人かな、仕事人のアマデジとかでカスタム変更するときに台お金借りて、でその後にカスタムゆっくりしてるんですよね。いや、同時進行でやれよと思うわけですよ、僕は。はい、で、まあ、見てくださってる方ね、こいつめちゃくちゃ時間に追われてる、何このせこさ、小さいやつだって思うかもしれないんですけど、マジでこの時間の積み重ねですよ。一番投資してるのはお金じゃなくて時間ですからね。はい、なのでこの時間効率を意識してほしいわけですよ。はい、もうこれ言ったらね、病気ですけど、僕病気だって思われるかもしれないですけど、
あの 3.11 の地震があった時も僕はハンドルから手を離さなかったわけです、はい、ただこれは絶対ダメです。これは真似したんですよ。命の方が機械値は高いですから、これは絶対真似しちゃいけないけど、僕は ここまでしてました。というわけで皆さん、今回の動画ためになっていただけましたかね、はい、と信じてます。マジで時間が何よりも大事だから、はい、時間効率、はい、っていうのを意識していただきたいと、そういう動画でございましたね、はい、だからね、ぶっちゃけね、まあ女性のパチンカより男性のパチンカの方が有利ですよ、はい、昔はね、レディースタイルとかあって釘がめちゃくちゃいい台とかがあったんで、あ、一概にもそうとも言えないなと思ったんですけど、例えば無双とか刑事とかね、もうトイレ全然余裕で、正直もちろんちゃんと手洗ってやったりしてますよ。でも余裕で間に合うんすよ、ぶっちゃけ、はい、でも女性だとそれちょっと難しいと思うんでね、はい、男性が正直有利です。サービスとかじゃないですよ、はい、という感じでございました。時間効率をマジで意識しようよと、勝つためにはね、はい、そういう動画でございました。はい、というわけで今日もご視聴くださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。